今日はですね、神の栄光というメッセージのタイトルです。出エジプト記の33章の18節の御言葉、すみません、また神のレジュメもいつか復活したいなと思って、そろそろ復活したいなと思っていますし、また最近ですね、また後でハレルヤファミリーとかに御言葉を、このレジュメをですね、アップしたいなと思います。出エジプト記の33章の18節の御言葉、一緒に読んでいきましょう。出エジプト記の33章の18節の御言葉、はい、7が外に出てたみたいです。マイコさん、7が外に出てきそうでした。出エジプトの33章の18節、一緒に読んでいきましょう。はい。するとモーセは言った、どうかあなたの栄光を私に見せてください。アメン。どうかあなたの栄光を私に見せてください。まあ、これが今日の中心聖句ですけども、皆さん、神様の栄光って何でしょうか。まあ、これについていろいろ調べていくとですね、おそらくこれは10回ぐらいに分けてしなければならない大きな大きなテーマだなということを思わされています。ですから今日一応準備したものを全部すると時間がかかってしまうんですけども、今聖霊様に聞きながらどうしようかなと思っているところでありますけども、まあ、私たちはこの信仰生活を送る中で、私の救い、私の祝福っていうことを皆さんもちろん考えていると思います。で、最初はそれで問題ないと、問題ないです。私の救い、その次は家族の救い、皆さん求めていると思います。でも私の救いはイエス・キリストの十字架によって達成されました。そして家族の救い、そして私がさらに、私の家族が祝福され繁栄していくように、また今先ほど献辞式もしましたね、広瀬家、そして孝太郎君が祝福されるように、すくすく育つようにと。しかしですね、私たちが求めていることっていうのは、神様のそのご栄光、神の栄光って言われている中に全部含まれているんです。私たちがある時は癒しを求めます、癒しを、またある時はリバイバルを求めます、リバイバルを、一人の魂の救いを求めます。でも神の栄光っていう中に全てそれは含まれています。私たちの考えや私たちの知識では少し理解しづらい分野、それがこの、まあ、テーマっていうのがこの神の栄光ということです。私たち今までこの自分の視点で聖書を読むことが多いと思います。私が主を知りたい。でも聖書も実はですね、神様の視点で聖書を読まないといけないんですよ。私の視点で聖書を読んでいたら、ひょっとしたらいつまでたっても神様のことがわからないかもしれないです。神様は何を願っておられるのか、神様の視点で御言葉を読み解いていくってことがとても重要です。実は全ての神学や学びも本当はそうなんです。私の視点で読んでいくときに、どこかその行き詰まりというか、それがただの知識だけになってしまうときある。でもいつも神は何を願っているのか、神の御心とは何であるのか、神の視点で私たちは御言葉を読んでいかなければなりません。皆さん、聖書を読んでるでしょうか。ぜひ神の御言葉、聖書から
私たちは神様の栄光について信仰について共に受け取っていきたいと思うんですね。アメン。皆さん、ユダヤ人は聖書を読まないんです。多くのユダヤ人は御言葉を読まないんです。聖書を読まないで、いわゆるラビの教えとか、あれね、あの、何でしたっけ、あの、九伝立法とか、あれ何でしたっけ、タルムードとか、で、そういった教えはよくす、あの、何ですか、学ぶんです。でも、聖書そのものを学ばない。皆さん、私たちは今、聖書を読むことが許されています。御言葉を聞くこと、学ぶことの、まだ飢饉の時代ではなくて、それが許されています。ぜひ皆さん、私が救われるというゴールではないんです。私が神様に用いられる、これも私たちのゴールではないんです。私たちの家族が祝福され繁栄して健康になって成功していくこともゴールではありません。こういうことは何回も聞いてると思います。皆さん、私たちのゴールは神の栄光が表されることなんですよ。主の栄光がこの地に表されることなんですよ。これは聖書がずっと創世記から黙示録まで一貫して述べていることなんです。ですから今日この最初の読んだ御言葉のように、どうかあなたの栄光を私に見せてください。皆さんは私が救われることをゴールとしているのか、私と私の家族が祝福されることをゴールとしているのか、それとも主よ、あなたの栄光を私に見せてください、そのことを私の信仰の目的としているでしょうか。これは大きく変わってきます。私たちが目的を間違っていると、いつの間にかラオデキアの教会のようになっています。私たちがゴールを間違っていると、エペソの教会のようになっているかもしれません。初めの愛から離れている。でもラオデキアの教会は最も大変です。それはイエス・キリストを追い出してしまった。豊かになって飛んでいて、もう足りないものはないと。でも熱心に悔い改めなさいと、ラオデキアの教会はそのように言われてますけれども、皆さん、神様の栄光を見ることが私たちの、まあ、目的で、そしてゴールでやりたいと思うんですね。Show me your glory. Show me God's glory. 合ってますか、英語。Show me God's glory. Show me your glory. 宣言しましょう。はい。Show me your glory. Amen.主の栄光を、あなたの栄光を私に見せてください。皆さん、アダムとエヴァが罪を犯すまでは、神様の栄光がそのエデンの園に満ち溢れてたんです。神の栄光っていう視点で見ていくと、実は創世記から黙示録まで全部神の栄光なんです。ですから神の栄光について私たちは学べば学ぶほどですね、ああこれはもう本当にへりくだらないといけないなって思わされます。マイコ先生に聞きました。神の栄光ってマイコさんにとって何ですかって聞いたんです。そしたらこういう、まあ、ある答えがやってきたんですけど、知りたいですか、いいですか、言ってもいいですか、いいですね。礼拝の中で御言葉を読む中で祈る中で賛美する中で、自分の思いをはるかに超える神様の語りかけを受ける時とか、長く礼拝する中で自分が崩れて、ただ主の大きな愛に打たれて倒れ込んでひれ伏して泣く時とか、心の恐れや不安が吹き飛んで、まるで天国にいるかのような平安に満たされるとき、そういうときに臨在を感じる。先々週は祈りに専念していて、
いろいろ示されることがあって、すごく神様への恐れが起こり、臨在とか栄光の中に入るってある意味すごく恐ろしいことだなと思って、ただひれ伏して悔い改めました。私を許してください、どうか打たないでくださいって祈ったことがありました。自分に主に取り扱われていない問題、汚れ、不従順、自我を残しておくなら神様の栄光の中で打たれるって思った。あ、そういう返事が返ってきたんですね。それそのまんま、すみません、シェアさせていただきましたけども、神の栄光っていうのは、まあいろんな表現がありますけども、カーボードっていうですね、ヘブライ語、もちろん実はシャカイナグローリーって皆さんよくご存知だと思いますけども、シャカイナっていう言葉はヘブライ語で聖書で登場しないんですね。でシャカイナも栄光っていう意味なので、あれはシャカイナグローリーっていうのは栄光栄光って言ってるようなものなんですけども、まあ、分かりやすくグローリーってなんかつけて、それが一つの言葉みたいになってるんですけど、シャカイナっていう言葉は実は聖書には出てこないんです。近い言葉はあるんですけども、カーボードゥっていうですねヘブライ語はどういう意味かっていうと、重いっていう、すみません、カーボードゥはちょっとまた皆さんね分からなかったらあるんですけども、とにかく栄光っていうのは重いっていう意味があるんですね。重たい、重い。でこの言葉は人に対しても、栄光という言葉は人に対しても使われるし、神様に対しても使われるんですね。人が栄えて繁栄して、例えば多くの富を持つとか、社会的高い地位を持つとか、また権威を表す、そういう時にもこの栄光という言葉が使われるんですね。ですから一般の方もまあなんとなくそのっていうか、その栄光の駆け足じゃないですけども、何かその栄光っていう言葉を使うこともあります。金メダルの栄光とかですね。しかし私たちが思っているようなこの栄光とはちょっと違います。重い、軽いものではないということです。栄光が重いというのはどういうことでしょうか。まあ、その文字通り重いっていうことですけども、人が、私たちが運ぶことができないものです。人間の力で作り出せるものではないということです。ですから本当は栄光を見させてくださいとか、栄光を見せてくださいとか、栄光が主の宮に満ちるようにって、私たちは本当は軽々しく言えるものではないんです。私たちが運ぶことが絶対できないものなんです。ご存知のように栄光っていうのは私たちのものではなくて、人間のものではなくて、神のものです。ある方がこのように定義しました。栄光っていうのは神の御臨在、また神が目に見える形として表されたもの。目に見えない神様を目に見える形として現れてください。それが栄光なんです。すごいですよね。皆さん、私たちの神様は目に見えないお方です。でも神様は私たちと会いたい、私たちと語りたい。創世記は顔と顔と合わせてアダムとエヴァと過ごしていた。しかし罪が入ってきたことがゆえに、彼らはエデンの園から追い出され、彼のうちに神の栄光、神の臨在が取り去られてしまいました。でも神様は諦めないで、エデンの園から追放された人々、私たち人間を見て、なんとかその語り合いたい、なんとかこの通路というか神と交わるその道を残しておきたいと。
旧約聖書を見るといろんな形で神様は栄光を表しました。とても有名なのは出エジプトの時にイスラエルの民が航海を分けて、そして何十万という民がパロの追いかけるその軍勢から逃れていって40年間アラノをさまよいながらカナの地に導かれていく。これを皆さん聖書は神の栄光が表されたというんです。今もこの時代も皆さん神様は私たちに栄光を表したいと願っています。あらゆる方法を通してモーセが幕屋を作りそこで礼拝しました。少し今日は退屈なところもあるかもしれませんけども、社会なグローリー、皆さん社会なグローリー聞いたことあると思います。栄光、栄光ですけども、これは実は社官というですね、住むっていうヘブライ語から来ています。社官っていう住む、人と人の間に住むっていう動詞なんです。でその動詞を名詞形にしたのが社会なって言います。この社会なっていうのは聖書には登場しないんですけども、どちらかというとこれは、まあ、ユダヤ人たちが考え出した一つの概念なんです。神様の臨在、神の臨在に伴う栄光というふうに訳されます。まあ、そのように皆さん思っている。そしてそればかりか神ご自身を表している。神の栄光というのは神の臨在でもあるし神ご自身でもある。そして目に見えない神様が目に見える形として触れられるように、見えるように現れてくださることを栄光と言います。私たちが知っているのはイエス・キリストご自身が社会のグローリー、神の栄光そのものです。でもこうも言えるんです。天国も神の栄光なんです。天もヘブンも、ヘブン is glory なんです。天も神の栄光なんです。そして皆さん、私たち一人一人が栄光を表すために創造されています。神の臨在を伴う栄光、僕はその逆でもいいかなと思います。神の臨在を伴う栄光、栄光を伴う神の臨在って言ってもいいかもしれません。まあ両方言えると思います。モーセの幕屋、その聖所に主の栄光が表されたんです。そこで顔と顔を合わせて主の御声が聞こえたんです。主の御声を聞いたときに私たちは本当に揺るがされないものとなっていきます。もちろんあらゆる方法で主は語られます。御言葉を通して、聖霊の細い声を通して、でもあるときは上からの声を通して主が語ってくださること本当に感謝です。あるときはどうでしょう、雲、栄光の雲が見上げ満ちたと書いてあります。皆さん、モーセの幕屋とソロモンの神殿というのは大きな違いがあるでしょう。そんなにないんです。そこまで大きな違いはありません。モーセの幕屋は移動式のテント、そしてソロモン神殿はそこにですね建物があるっていうことです。以前、まあ、証を聞いたことあるんですけども、ハレア写真も来たことがある、この小森先生っていうですね宣教師がおられます。で小森宣教師のお母さんが高砂教会の、まあ、この役員というか、手塚先生の秘書をされてるんですけども、2回ほど街道で夜中に乗ってる時にこの街道に雲が、雲ってスパイダーじゃなくてクラウドの方ですけど、雲が
この街道中わーって満ちて、その時恐ろしくなって、その先生を呼びに行ったそうなんですね。先生大変です、街道に雲がいますって言うから、こっちの雲かなと、雲が。高砂教会は日本キリスト教団なんですけども、いわゆる伝統的なそういう教会、しかし日本キリスト教団の中で聖霊刷新運動をしている教会なんですね。改革当初、本当にこの聖霊が力強く臨んでいった。そしてまあ社会派って言われているグループなんですけども、社会派グローリーじゃなくて社会なグローリーが表されてですね、そしてもう力強い癒し、そして神様の臨在が表されていったんですね。神様の栄光が表される時っていうのは喜びだけではないんです。本当にそれは私たちにとって、まあ、重さ、そして恐れ、先週も述べました、まあ、ペンテコステの恵みというのは私たちが喜び力が与えられるだけじゃなくて、神様への恐れが回復されることであるということをお伝えしました。神様の栄光が表されるということもそうなんです。ラサラが蘇ったことも神様の栄光でした。でも神への恐れが回復されることが本当の神の栄光です。それは重たいものです。皆さんに少しだけお明かししたことあったんですけども、2019年の実は9月に体験したんです。で、僕はあんまりそういうの敏感な方じゃないんです。そういうのってあのマキコ先生みたいになんか話を聞くといろんな話聞くんです。すごいなんか話があって、うわすごいな、いいなとか思うんですね。だ、僕はあんまりそういう体験しない方なんですけども、2016年の1月に血潮の宣言を、これね、血潮の宣言真面目にやったんです。まあ、真面目に3時間かけてあの祈りの部屋でやりました。その時徹夜しながら断食しながら、どうしても体験したい時は断食とかいいんですよね。断食、別に体験したいからってちょっと今言葉が悪いんですけども、でも本当に断食したり夜中祈ったりするっていうことは神様に捧げること、主はそれに応えてくださる。夜中の祈りもそうです。クリスチャンが 1% 日本にいたとして、まあそれ以下とも言われてます、それ以上、まあいろいろ言われてますけども、その中で朝早くから夜中から祈ってる人っていうのはもう数えたら数少ないです。ですからよく慎吾先生がおっしゃるのは、夜中祈ってる人ね、また朝祈ってる人、ね、神様を独り占めできますということを言われるんですね。私たちも神様に一歩近づくんであれば、主はそれに応えてくださるんですね。神に近づきなさい、そのせいは神はあなた方に近づいてくださいます。そしてこの主のものは祈りと断食によらなければならない。僕も本当に食べることが好きな、もうのりちゃんよりも僕は食べるのが好きだと思うんですけども、まあ、先週3日間週末断食してペンテコステ礼拝に臨みました。で、今日は昨日はちょっと食べたり、まあ部分断食してですね、まあ、あのあれだったんですけど、ただ本当に断食何がいいかっていうとですね、神様の臨在を感じることがある。先ほども実は礼拝の中で本当に主のご臨在を味わいました。皆さん神様は愛ですと信じてますよね。神様は栄光なるお方って信じてますよね。でもそれは本当に私たちこの、まあ、悪い言い方は上っ面だけでも知ることができるんです。でも神は愛ですっていうのを深く知ることもできるんです。正直言えば僕は神は愛ですって、もちろん God is love とかってよく歌ってましたけども、
でも神は愛ですっていうことを、そして神の臨在っていうことを頭で知っていましたし、十字架もそうです。十字架もよく知っていました。でも神は愛です、主は栄光ですっていうことを、これは味わわなければわからないことがあるんですね。で、僕はそこまで敏感な方ではないです。こっくりさんとかやっても別に何とも思わないタイプなんです。ただやらないでくださいよ。うちの母はそういうオカルトに一回手を出して、本当にそのそういう世界が開かれて、やっぱり夜中に訪れる、幽霊が訪れることもあるんですね。ですから霊的なそういう扉をぜひ閉じてくださいね。オカルトとかコックリさんとかやらないでください。イエスの皆によってそのような悪しき扉をイエスの皆で閉じます。まあそういう敏感な人もいます。でも僕はあんまりなんか何ともって感じなんです。でもそれでも皆さん、神様の愛っていうのを私たちは味わうことができるんです。神様の臨在を知ることができるんです。皆さんは死を知っていますよね。でももっと今よりももっと深く知ることができるんです。神様の栄光もそうです。まあ、そういう断食しながら血潮宣言しているときに、まあ、何回も前も明かしましたけども、たまたまその時ケンジさんが教会、栗原家が教会に住んでいました。夜中、まあ、祈る予定だったんですけど、ちょっといろいろ用事があってケンジさんが祈れなくなったと。ああどうしようかな、じゃあ私入ろうって言って、夜中その時入らせてもらって、そこで祈ったんですね。すると、まあ、3時間ほど経ったときに、まあ、一つの出来事、それは何かというと、まあ、小さなことですけども、本当に小さなこと、小さいというか、なんかすごいことが起きたわけじゃないですけども、主がそこにおられる、それだけです。そのことを体験しました。皆さんもぜひ、主が私と共におられる、神がこの場所におられる、そのことを共に味わっていきたいと思うんですね。おそらくうちの母はキッチンで、まあ、教会にも、まあ、その時は父がいましたので父のお世話があります。ですので蒼天行きたいけど行かなかったんだと思うんですね。でノンクリスチャンの父でした。なかなか、まあ、頑固な父でした。その父の救いのためを持ってひざまずいて祈ってた。皆さん、その場所がキッチンであったとしても、その場所でひざまずいてイエス様、私たちはひざまずいてイエス様って言うことができると思うんですけども、そのイエス様と呼んだ時に、皆さん、主の栄光が、ご臨在が表されることがあるんです。そこで感謝があふれることもあるし、涙することもあるし、主に対する恐れを抱くこともあるんです。私はその2016年の1月の時も、本当にただシンプルにイエス様、あなたが共にいてくださって感謝しますっていう思いが来たんです。ひざまずいてひれ伏して祈った時に、見えないんですけれども主がそこにおられるって思ったんです。もう本当にその時に、これが私が求めていたものだ、もうあれでもないこれでもない、これが私が欲していたものだ、これが私の全てだって、そういう思いになったんです。いろんな問題や波がその瞬間さっといなくなったんです。神の栄光臨在って本当に素晴らしいものです。2019年の9月も、まあ、実は、セラが生まれる月ですけども、確かそうだと思います。まあ、教会でもいろんなことがありですね。そういう中で、土曜日を祈っていたんです。で、僕は視力がまあまあいい方なんです。 2.0 ぐらいなんですけども、 2.0 か、まあ、1.5 から 2.0 ぐらい、すごく目がいいんです。ですから皆さんの顔がはっきりと見えるんです。後ろまではっきり見えますし、どういう模様なのかってことも分かるんですね。
なんとかなんとかベイってね、あの野口くんのね、あの T シャツも書いてあることが見えます。すみません、ちょっとね、あ、ベイで合ってますかね。わかりませんけど、ちゃんとちらっと見ただけなんですけどね。はい、もうね、まあ、藤井亮君の T シャツがあの、キングス、ニューヨーク、ブルックリンっていうのもパッと見えるわけですね。キングス、ニューヨーク、ブルックリン、目がいいんです。だからこれ証明してると思うんですけども、目がまあまあいいんですね。今4時40分だったのパッ、もちろんそれは皆さんも見えると思いますけども、まあ、夢は全然見えないわけですよね、そこまでね。まあ、去年の9月頃ここで祈っている時に、本当にこの突然なんかぼやけてきたんです。で、目がおかしいのかなと思ったんですけども、ただ僕は目がいいので、いやそうではないな、でも本当にこのちょうどこの辺りに本当にこのなんていうんですかね、もやとか雲みたいなのがぐわーって見えてきて満ちてきたんです。で、その時にもう感謝とともに、これが不思議なことなんですけども、2016年の1月の時と同じなんです。もうイエス様と共におられると同時に鳥肌も立つんです。怖いっていう思いも来る、恐れです。神への感謝と神が共におられるという喜びと同時に恐れもやってくるんです。私は神様を恐れていたのかなって。皆さん、主の栄光というのは重たいものです。そして主の栄光というのは清いものです。神様が目に見える形で私たちに現れてくださる現象です。それが神の栄光。モーセの時には、皆さん出エジプトの時には、昼は何でしたか、雲の柱、夜は何ですか、火の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱でイスラエルの民を導きました。目に見える形として、シャカンというのは住む、それに、少し民という言葉がついて社会なという言葉になるんですけども、主が共に住んでくださる、主が私たちと共にいてくださる、そのことを私たちは今日も求めていきたいと思うんですね。私たちがこのモーセの幕に入って祈りの答えが答えられるというために、この彼らは入るわけじゃないです。主と顔と顔合わせて語り合うために祭司は入るわけです。皆さん、祭司は、その幕屋の中に入れる人たちは、当時はイスラエル人だけしか入れなかったんです。でもイスラエル人の中でも、ユダヤ人の中でも、レビ人だけしか入れなかった。でもレビ人の中でも、聖所で使えることができる人は祭司だけだったんです。でも至聖所に入れる人は、祭司の中でも大祭司だけだったんです。そしてさらに、1年に1回しか入れなかったんです。大食材日っていう日があります、ヨムキプール。今でもイスラエルに行くと、ヨムキプールの日には全部のお店が閉じて、タクシーもバスも全部クローズします。僕の知り合いの方が、沖縄の知り合いの方が、その時はヨムキプールだと知っていたかもしれないけども、まあその時に着いてしまったので、レンタカーを借りてイスラエルの街をこの車で走っていると、ユダヤ人たちに石を投げられたそうなんですね。まあ、それぐらい、まあ、大切な日。でも今皆さんご存知のように、私たちはイエス様の血によっていつでも主とお会いできる、そういう恵みの中に生かされています。以前は年に一度だけでした。でも今皆さん、神様と私たちをつなぐ、まあ予的な表現で言えばツールって何でしょうか。昔はその
創世記の時はそれが、そこ、それがエレンの園でした。モーセの時代にはモーセの幕屋でした。ソロモンの時代にはソロモンの神殿でした。でもソロモンの神殿の後バビロン捕囚があって、まあ、今神学校でも時々少し学んでるんですけども、エゼケーションを見ると主の栄光が去ってしまったんです。で第一神殿壊され、第二神殿が建て上がりました。でも第二神殿が建て上がって、そこに神様の栄光が表されたんでしょうか。皆さん、第二神殿ではなくてイエス様のうちに神様の栄光を表されたんですよ。ヘブル書9章7節には、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えて携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるのです、捧げるものです。ヘブル書9章12節には、またヤギと子羊との子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。私たちの生活から、人生から、教会から、主の栄光、主の臨在が奪われることが一番の悲劇だと思わなければなりません。私たちが病気になるとか、私たちがうまくいかないとか、成功しないとか、なかなか家族が救われないとか、それが悲劇ではなくて、一番の悲劇は栄光が去っていくことです。エゼキエル書はそのことが予言されたんですね。第二神殿には主の栄光が宿るのではなくて、じゃあ第三神殿に宿るんですか？第三神殿にも神様の栄光は宿らないんです。ヨハネの2章の19節から21節共に読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の2章の19節から21節、ヨハネ2章の19から21、ヨハネ2章19から21、一緒に読んでいきましょう。はい。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。この20節に出てくる46年かかった神殿っていうのは第二神殿です。でもイエス様はこの神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てようと言いました。旧約時代はモーセの幕屋に主の栄光が表されました。ソロモン時代にはソロモンの神殿、ソロモンの神殿にも主の栄光が満ちましたよね。祭司たちはそこに立って仕えることができなかったっていう、そういう記事が第一列王記の8章10節や11節に書いてあります。主の栄光は主の宮に満ちた。でもイエス様はこの第二神殿に対して言ったんです。この神殿を壊してみなさいと。私はそれを3日で建てると言われた。でも21節に、ヨハネ2章21節に何て書いてあるのか、21節もう一度読みしましょう。はい。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。アメン。ご自分の体のことを神殿と言われたんです。そして今私たちは一人一人がイエス様の御名によって、イエス様の血潮によって、イエス様の十字架の贖いによって一人一人が神殿です。そしてイエス様はご自分の体も神殿と言われました。ご自分の体とは何でしょうか？それは教会です。社会のグローリーは第二神殿ではなくて教会に表されます。教会は神殿のような建物のことではありません。私たち一人一人のことを指しています。
キリストの体です。キリストの体に死の栄光が表されます。共に宣言しましょう。イエス様が栄光です。はい。イエス様が栄光です。栄光はイエス様を通して表される。今から2000年前に私たちに見える形として、神が見える形として現れてくださった最高の現れです。雲でもない、火でもない、風でもない、キリスト、イエス・キリストというその方を通して神の栄光が表されたんです。ヨハネの一章の14節、ヨハネの一章の14節、一緒に読んでいきましょう。ヨハネ1の14節、はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。この住まわれたっていう言葉がね、重要ですよね。主はその幕屋に住んでください。私たちの間に住まわれた社会のグローリー、今の時代の社会のグローリーはイエス・キリストなんです。ヘブル書の1章の3節には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありと書いてあります。イエス様が神の栄光の輝き。後でまた聖書を開いてみてください。ヘブル1章3節、イエス様は神の栄光の輝き。宣言しましょう。はい。イエス様は神の栄光の輝き。アメン。今の時代の目に見える形での栄光の最高の現れはイエス・キリストの十字架と復活です。アメン。ルカの福音書の24章の26節、ルカの福音書の24章の26節、ルカの福音書の24章の26節、一緒に読んでいきましょう。24章26節、はい。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。イエス様は苦しみを受けて3日目によみがえる。これが主が表された、父が表された栄光なんです。イエス様が十字架にかかるときに、まだイエス様は栄光を受けておられなかったという表現がありますよね。皆さん、十字架の死と復活が神の栄光なんです、ね、栄光の現れなんです。アメ。私たちが十字架を深く味わうときに、深く知るときに、神様の御臨在をもっと深く味わうことができます。アメ。十字架なくて、十字架なしで、血潮なしで、私たちは神の臨在を味わうことができないんです。アメ。十字架の御前に来て、すべてのつかみや重荷を主の前に置いて、神の前で私は悔い改めなければ、血潮を通らなければ、十字架の贖いを信じなければ、私たちは神を深く味わうことはできないんです。皆さん、私もまだまだです。味わったって言ってもちっぽけなものです。これからハレルヤチャーチが神の栄光をもっと味わうと思うんです。皆さんも味わうと思います。でもそれは本当に少しなんです。一滴なんです。雨が降ってきたとしても、それは神の領域からしたら、本当に私たちが大雨を体験したと思っても、本当にもう雫を体験しているようなものです。天の栄光はもっと素晴らしいです。開かなくてもいいですけど、出エジプトの29章の43節に、そこは私の栄光によって聖とされると書いてあります。栄光によって
私たちが生徒される。皆さん、イエス様はあの変貌山でその御顔が輝かれました。見姿が変わったと。ペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登っていかれました。これはマルコの福音書9章に書いてあります。そうするとイエス様の姿が非常に白く光り、そしてもう とてもこの世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったという書いてあります。で、思わずペテロはイエス様あなたのためにまたモーセとエリオのために3つの幕屋を作りますと言いました。でもマルコの福音書9章6節を見ると、実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれた、恐怖に打たれたのであったと書いてあります。神様のリバイバル、栄光が表されるということは恐怖に打たれることでもあるんです。私たちは神を恐れなければなりません。その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。ピアノお願いします。私たちは今日神の栄光を見せてください、あなたの栄光を見せてくださいと共に願うものでありたいです。私たちは主の栄光を表すために生かされています。でも栄光って本当に分かりづらい、深くて分かりづらい。でも体験したいです。臨在を伴う神の栄光を味わいたいです。目に見える形として神様のご臨在を味わっていきたい。この場所に栄光の雲が満ちることも歓迎したいと思います。でも私たちはイエス・キリストです。イエス・キリストから離れては栄光を味わうことができません。イエス様の十字架を深く知れば知るほど、それに合わせて私たちは神の栄光を味わうことができます。イエス様の血によってエデンの園が回復される、神との関係が回復され、神様の栄光、社会のグローリーを味わうことができます。心の清いもの幸いです。その人は神を見るからです。キリストをこの目で見るもの、味わうもの、キリストの声を聞くものでありたいと思います。でも本当は今日は述べないんですけども、再臨、千年王国、それも皆さん栄光なんです。新しい天と地もそうなんです。全て神の栄光なんです。再臨も新天新地も千年王国も神の栄光なんです。私たちは目的地を知らずして信仰生活を生んでいるのであれば、本当に虚しさがやってきます。何のために生きているのか、何のために信じているのか、神様の栄光を味わいたいと思うんですね。神の栄光の中に救いが含まれています。神の栄光の中に私たちが求めているべき全てのものがあります。キリストご自身の中に全てがあるんです。神は全てを持っておられます。神が訪れる皆さんの食卓となりますように、神が訪れる教会となりますように。私が昨年味わったこと、2016年味わったこと、本当にちっぽけなことです。でもぜひ皆さんも神を求めて主の宮に集まってください。また一人でも祈ってみてください。イエス様、あなたがひざまずいて祈るときに、主よ、あなたがへりくだって祈るときに、主があなたに答えてくださいます。主があなたに栄光を表してくださいます。
でも覚悟しておいてください。神様が訪れるとき、私たちは恐怖も覚えるかもしれません。でも喜びと恐怖が同居しているっていう不思議なその感覚なんです。死の臨在っていうのは楽しみと喜び、そして恐れが伴うんです。神様の栄光を一人一人を通して表されていくこと、この教会を通して表されていくことを祝福します。主の栄光を宮にという賛美を捧げたいと思います。一言お祈りします。神様ありがとうございます。イエス様、あなたの栄光を見せてください。主の栄光が今ご自身イエスキリストの体を通して表されることを感謝します。神の神殿とはキリストご自身である、ご自身の体のことを言っている。主をこの教会を通して、この建物ではなくて、この40年以上経っている築40年のこの川島本町のこの建物ではなくて、私は一人一人を通して主の栄光が表されてきますように、主の栄光がこの宮に満ちますように、あのモーセに表してくださったように、ダビデに表してくださったように、ソロモンの神殿にも表されてくださったように、主よ、私たちの教会にもあなたの栄光を表してください。あなたの栄光を見せてください。私たちが主をイエス様と呼ぶときに、あなたの臨在に栄光に心打たれ、ひざまずき涙するものとさせてください。イエス様でお願いします。アメン。主の栄光を宮に共に賛美しましょう。主の栄光宮に、主の平和うちに。じゃあ立ち上がって一緒に賛美しましょうか。主の栄光を宮に。